バーゆうころです。今回なんですけども、こちらルルーシュ取るべきかについて話していければなと思います。そしてね、まあ、取った人向けにね、果たしてルルーシュはこれから先使えるのかについて話していこうと思います。バインド封印指回復エルジ浮遊10強3つ無股間ボイスに7強プラスという覚醒を持っているルルーシュさんなんですが、まあ、実は火力は結構高くて、まあ、125倍に無効貫通の 3.5 倍にさらに4倍に浮遊に回復エルジで、3倍も乗るので、倍率で言うと、まあ、10万5000倍の火力、さらに武器まで乗せればね、マックス50万倍とか普通に出せますので、結構火力自体は高いキャラになっております。で、まあスキルもね、4ターンで 60% 軽減サムの攻撃力が2倍、上限65億解放で6解除盤面火闇回復3色神変化が4ターンで使えます。まあ、やっぱルルーシュってユーコロチャンネルも初日に紹介したと思うんだけども、ルルーシュを4枚使う編成がね、まあ、やっぱ一番面白くて、 60% 軽減ループで使えて、自実 HP が90倍でみたいな、まあ、リーダースキルも全パラ 2.6 倍半減、攻撃20倍、5コンボ加算あるので、まあ、普通に強いんですよ。じゃあそんなルルーシュは果たして将来使えるのか、そもそも今使えるんですかって話もあると思うんで、ちょっとそこを先に話してから今日はルルーシュ使って遊んでいこうと思います。で、まず結論から言いましょう。ルルーシュ4体ループですね、まあ、つまり自軍3体の編成っていうのは、はっきり言って今はまだ使えません。もうこれは基本的に新千住が今の最難関な時点で、新千住ってもうそもそも1ヶ月2ヶ月前にもうリムルとミリムに破壊されてるんですよ。もうそもそもとっくに破壊されてるダンジョンなんですね。だから今更ルルーシュを使ってまでやる必要っていうのはあんまりないので、難関ダンジョンの都合上、そもそもルルーシュを使うメリットは今ほとんどないです。なのでルルーシュが期待できるのは次の新万寿ですね。まあ、もちろんこれが本命です。新万寿で使えるのが一番の本命で、さらに言えば、まあ、それ以降のレベル EX みたいなコーナーダンジョンにおいて使える可能性がかなり高いかなと思います。で、ルルーシュはだからタイム的にもね、めっちゃ早いわけじゃないから、なんかそんなにイメージとしてね、タイムも早くないし、別に耐久高いだけじゃんって思うかもしれんけど、逆に言えばこれからのコーナーダンジョンに同キャラ禁止がつかない限りは、ほぼ全部クリアできると思います。そのぐらい強いと思います。新万寿に関しても多分ルルーシュ使えばボコボコにできるんじゃないかなと思っていて、まあもちろん運営がね、ルルーシュ対策をしてきた場合もう終わりなんですけど、はっきり言って54マス縮小連発するとかね、してきたらもうその時点で終わりなんで、ルルーシュ使う場合ルーレットループ合わせたりとかしたら枠足りないからちょっとしんどくなりますけども、そういうね、露骨な嫌がらせがまあない限りは基本的にはルルーシュは活躍できるんじゃないかなと思っております。ただ、まあ、これ逆に言えばあくまで交換可能キャラということもあって、そう、そもそもルルーシュってこれ交換可能キャラなんですよ。だからミリムとかリムルとか、まあ、それこそ今回でいうところのね、ジノとか、まあ、カレンとか、そういう確定枠とか交換不可能なキャラに比べるとやっぱり性能多少劣るのはもう仕方ないんですよね、こればっかりは。でもそういう意味でルルーシュはすごい性能癖が強い分強いので、まあ、面白い性能してるんじゃないかなと思います。で、じゃあユーコルさん、ルルーシュ今も使えなくて将来に期待するだけだったら別に取らなくてもいいですよねって思うかもしれないけど、4体使った4体ループ編成っていうのはネタ要素も多いので、まあ、別にそこは取らなくてもいいです。ただまあ守備パーティーとしてはすごい面白いと思うし、なんていうの、刺さるダンジョンが来ればマジ無双できるレベルでぶっ壊れなんで、それこそ本当にクリアできないダンジョン、マジでインフレ、敵がインフレする可能性も十分ありえるので、そういう超むずいダンジョンが来たらルルーシュはかなり期待できると思いますし、まあさらにもう一個ですね、2体は取ること推奨しておきます。はい、まあ、1体から2体ぐらいですね。2体取るべき人は、まあ、ミリム2体持ってて、ミリム2体だけ持ってる人とか、ミリム自軍1体だけ持ってる人はミリムルルーシュループ結構面白いんで、まあ、悪くないかなっていうのと、まあ、あとは普通にルルーシュとビスマルクを合わせた編成も結構強いので、そういう運用法を踏まえると1から2体でも加工しておく価値は十分あると思います。ルルーシュイコール4体ループ編成みたいなイメージみんなにもあるかもしれないんだけども、実際ルルーシュって自軍1体のビスマルクと合わせた編成とか、2体でビスマルクと合わせるとか、あとはそれこそミリムと合わせるとか、そういう編成の方が強い場合も多いので、まあ、今日はそんなルルーシュを使って遊んでいこうと思います。編成の方を紹介していきましょう。こんな感じです。で、リーダービスマルクとルルーシュの相方編成ですね。こういう運用方法が実はルルーシュは一番強かったりします。はい、ということでルルーシュ7強リダチェンドドラゴンキラーに、こちらですね。はい。待ってね。これの武器です。はい。ビレッタヌーの武器継承ですね。はい。で、続きましてビレッタヌーです。全パラにスキブ潜在に HP 強化プラスに
ウルバリンマグニート武器継承です。からのこちら C2 です。7強アシスト無効非軽減プラスにこちらキャプテンアメリカ継承で、からのこちらウィスキールスキブ上限非軽減プラスにこちらソニア継承ですね。はい。でからのビスマルク7強ドロック目覚め耐性悪魔キラーにこちら、ネテロ武器継承です。最後フレンドビスマルク7強お邪魔目覚め耐性神キラーにこちらラジャー武器継承です。もう今回の編成はウィスキール以外はもう完全に、コードギアスを使った編成になります。今日は実際にこちらのね、ルルーシュとビスマルクを合わせて使っていこうと思います。もうルルーシュは普通にあの4体ループしなくても強いんでね、実際に使っていきましょう。そこからやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層です。ソニアからのルルーシュ使いましょう。ソニア撃ちます。はい、ルルーシュ変身してあげてウルバリンマグニートを使います。そしたら C2 変身していきましょう。ビスマルク使います。でビスマルク使います。はい、闇無交換通組みながら殴っていきます。はい、これでしっかりとワンパンしていきましょう。13コンボです。14コンボ。闇無交換通の火力利用してあげて、これで破壊していきます。突破です。OK。さあ続きまして、2階層ですね。2階層は敵のあれによるんだけど、こいつはまずウィスキールからのアシスト無効回復しながら、超根性まで削っていきます。はい。この遠征ね、ウィスキールとビスマルクはループで、ルルーシャはもちろんループできないんですけども、リーダースキルとして活躍してくれてるし、必要な場面で火力として使いましょう。よいしょ。こうするだけですね。めちゃくちゃ簡単なパズル組んであげて、アシスト無効回復していきます。はい、これで一発アシスト無効回復しながら半分まで削りです。はい、そしたら0使ってあげて1ターン耐久しましょう。こんな感じで闇の6こげし組んであげて、で0の 60% 軽減でしっかり耐久していきます。もう本当にこれルルーシュの 60% 軽減強すぎなんですよ、マジで。はい、これで無効感7コンボ組んであげて突破していきます。はい、10コンボ組めなくても十分ねビスマルク軽く出してくれるんで、これで倒していきましょう。本当にビスマルクの生成ループ偉いんだよな。しかもビスマルク自体もリーダースキルも火力もね非常に強いキャラなので、運用自体はかなりしやすいかなと思います。はい、3階層はさすがに C2 使いましょう。 C2 使ってあげてビスマルク使います。で無効感組みながら殴っていきましょう。組めれば回復エルジョも組んでいきたいですけどね、強いんで。無効貫通と回復エルジョ組みながら殴っていきます。さあ13、14コンボです。これでしっかりとワンパンしていきましょう。突破していきます。はい、ビレッタも回復エルジョ持ってるし、もちろんルルーシュも持ってるからいいですね。回復エルジョも 10% 軽減で使います。はい、そしたら4階層は2ターンだけ耐久してから倒します。そしたら無効貫通組んであげて、しっかりこのまま倒し切っていきましょう。さあ続きまして5階層です。5階層ここはルルーシュ使って1ターン耐久しましょう。こいつだけ外れなんだけど、まあまあ別にいいでしょう。そんななんかめっちゃ下るわけでもないし、ルルーシュ使ってあげて初手もねしっかり耐久していきます。これ覚醒無効状態で受け切りますからね。こんな感じで覚醒無効状態にもかかわらずルルーシュの 60% 軽減があるので、これを利用してあげて初手の攻撃受けていきます。はい、そしたら初手これ 60% 軽減で受け切れて、なおかつ2ターン目にはビレッタが使えますので、ここからビレッタ使ってウィスキール使ってでビスマルク使いましょう。で無効貫通で殴っていくだけです。めちゃくちゃ強くないですか、マジで。この運用方法、ルルーシュが強いんですよ。そう、これが大事。ルルーシュが強いからできるの、これは。ビスマルクだけじゃできないからね。相方ルルーシュのおかげで、こういう変わった立ち回りができたりするっていうのがめちゃめちゃでかいですね。はい。そしたらこのまま突破していきましょう。5階層も突破です。さあ続きまして、6階層です。はい、ここもしっかりとね、耐久していきましょう。はい、こんな感じで受けてあげて、
C2 使ってからビスマルク使って、まあワンパンしたいっすけどね。ワンパン狙いますか。知らんけど。はい、これで回復エールジュプラス闇の無効貫通組んであげて13コンボです。さあこれでしっかりと削っていきましょう。惜しい。2パンしていきましょう。じゃあこのまま、はい、ビスマルク使います。いや、先ビスキール使ってあげてビスマルク使いましょう。あ、まあ一応次の回想ルーレット上書きの可能性があるから次使った方がいいですね。次使うようにしてください。闇の無効貫通と回復エルジュ組んどいてあげて12コンボです。もうこれでルルーシュの火力もしっかり出しつつね、軽減も貼ってあげて突破していきましょう。さあ8回層、7回層です。ほら、こうやってルレ上書きされる可能性あるんで、一応ウィスキー色は7回層に温存した方がいい。ただそれ以上にミネルヴァが当たりという話。ミネルヴァはね、大当たりキャラですね。左にこの鳥が来たとしても全然大当たり。ミネルヴァだけ2パンが狙えるので2パン狙いましょう。はい、無効貫通組んでいきます。ちなみにこんな必死に回復エルジュ組んでますけど、無効貫通組むだけで全然大丈夫です。はい、これでゴリゴリ削っていきます。はい、左側倒せなくてもいいので無効貫通組んで殴っていきます。ここで死ぬがよい。やばいやばいやばい。はい、これでいいでしょう。無効貫と回復音技師組んであげて殴っていきます。これでしっかりと16項目組んで2パンで倒していきましょう。突破です。倒していきます。はい、もう水花火も全然大丈夫。そしたらボス回想ですね。まずボス1はここもルルーシュが強いんですよ。いや、マジでルルーシュゲーすぎるな。おい、ルルーシュが強いだけやん。まあいいか別に。ここもルルーシュ使ってあげてからビスマルク使いましょう。で、一撃で超根性まで持っていきます。ここで死ぬがよい。いきます。はい、これでしっかりと闇の無効貫通組んであげて、まあおまけに回復エルジュも組んであげて14コンボです。そしたらもうルルーシュのねスキルの力でこんな感じでサブ全員火力出せますので、しっかり半分まで削りきれます。でしかも半分時の発狂攻撃もルルーシュのおかげでこんだけしか削れません。そしたらこのままもう倒していきましょう。ビスマルク使います。無効貫含みながら殴っていきます。これで無効貫通含みながらの回復も組んであげて14コンボ組みましょう。さあこれでビスマルクの火力でしっかりと突破していきます。さあということでボス2ですね。はい、ボス2に関してはシールド壊しながら殴っていくだけなんでめちゃめちゃ簡単です。もうこんなシールドね300億くらいなんでボコボコにできます。はい、これで無効貫通からの回復音消しにセット組んであげてシールドもう1枚破壊していきます。シールド壊してあげた後はもう本体を削っていきましょう。どうしようね。ルルーシュ使っちゃいますか。1回ねルルーシュ使ってビスマルク使いましょう。ここで死ぬがよい。いいでしょう、貯めてる方がもったいないしな。これでいきます。無効貫通含みながらの12コンボで本体もしっかり削っていきましょう。15コンボです。16コンボ。さあこれで無効貫通殴りしてあげてしっかり本体削っていきます。でからのここもビスマルク使ってあげて本体殴っていきましょう。このルレはね便利なんですよね。
はい、これで無効貫通含みながら11コンボ組んであげてもう一発削っていきましょう。ルルーシュの上限解放なくても、まあ、UT ビスマルクでこんな感じでしっかり火力出してくれます。もう一回シールド壊しましょう。まずはじゃあ一旦ビスマルクの力で殴りますか。これ次の階層ルーレット来ても大丈夫なんで、ウィスキールからのビスマルク使ってあげて一旦無効貫で殴りましょう。いきます。完璧じゃない。これで闇の無効貫通含みながら、まあ、おまけ程度の回復エルジも一応組んどいてあげて、組む必要ないけどね。はい、これでしっかりとまずは一発削ります。めちゃくちゃいい火力やないかい。そしたらね、まあちょっと一応アシスト使っとくかいらんけど、でルルーシュ使ってあげてビスマルク使ってあげて、でからの、まあ、ビレッタ使っておきましょうか。全員の攻撃 2.5 倍ね。本来保険で残しておくべきですが、もう正直倒せる自信しかないのでこのままいきましょう。はい、これで闇の無効貫通プラス回復エルジ組んであげて13コンボですね。はい、これでウィスキールの火力も含みながらしっかりと全力火力で突破していきましょう。まあという感じがね、今回はルルーシュとビスマルクを使った編成で新百式を攻略する動画でした。ルルーシュってね、もちろん4体ループが目立ちがちですが、こういうリーダー運用でもめちゃめちゃ優秀なキャラとして運用できますので、ぜひ組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。